こんにちは、坂上ひろみです。今日は賞味期限が長い本を紹介していきたいと思います。賞味期限が長い本とは何なのかっていうと、単発的で実用的な本ではなくて、汎用的で長い期間価値があるとされる本のことを言います。賞味期限が短い本が悪いっていうわけではなくて、例えば単発的でもその1回の行動を取るにあたって必要だった本っていうのはありますよね。なのでそういう本ももちろん重要大切なんですけれども、ただ今回は、幅広く応用が効いて、長い期間価値がある本に限定したいと思います。で、選ぶにあたってね、ちょっとどういうふうに選んだらいいかなっていうふうに悩んだので、基準を設けました。時代が変わっても年齢が10代だろうと60代だろうと知りたかった本かどうかで選んでいます。では早速いきたいと思います。1冊目こちらになります。センスオブワンダー、レイチェル・カーソン著。こちら新潮社から出ているものになります。著者であるこのレイチェル・カーソンというのは海洋学者であり、アメリカのロングセラー作家でもあります。有名な作品でいうと沈黙の春っていう環境破壊の問題定義を大々的に出した初めての方になるんですね。で、その本の執筆中に癌に侵された彼女がこれも書いていたんですね。彼女が残した最後の作品としてとても有名な本になります。で、内容はですね、レイチェル・カーソン、彼女の甥っ子と過ごした海辺や森を探索した日々だったり、星空や夜の海を実際に見て触って自然の中で子供と過ごしたっていう体験を書いてある本になります。この本の課題は自然を守って子どもたちと共に共存していく未来はないだろうかっていうことですね。もちろんその答えは、子どもの感性っていうのは自然との共存を可能にするっていうところにあります。この本はですね、環境破壊の問題提起をしているわけではなくて、あくまでも自然の美しさを伝えてるんですね。でも作者自身は結果的に親たちも問題を意識し始めるだろうっていうことを想定して書いてるんですよね。で、この自然の美しさを文章に載せることができて、そして相手へ強く伝えることができるっていうのは本当に能力がないとできないことだなっていうふうに思いますね。なのでこの本の魅力は自然の美しさの表現にあります。感性が変わってしまうぐらい研ぎ澄まされる感覚になるんですね。そこが他の本にはない部分だなっていうふうに思います。なのでとても印象に残りますし、こんなにね短いんですよ。だけど長年そばに置いておきたい、ずっと横にいてほしい本になります。次こちらになります。私とは何か、個人から文人へ、平野啓一郎著、講談社現代新書から出ているものになります。これで、ね、最近購入本でも紹介したんですけれども、まず文人とは何なのかっていうと、人間は人間関係ごとに様々な自分を持っているということなんですね。いくつも自分を持っている。この本の課題は、全てが自分であり本当の自分など存在しないよっていうことを言っています。なんかよくね、本当の自分って何なんだろうとか、本当は自分どう考えていたんだろうとか、あの人本当はそういう人だったのねとかなんかこう本当の自分がみんな持っているっていう風に思いがちですよね。でもそうではないと。いろんな人に見せる顔、それぞれみんななんかこう対応が違うと思うんですけれども、それら全てが自分だっていう風に言ってるんですね。つまり答えは、文人っていうのは相手だったり環境によって、自然に形成されるものだからこそ、本当の自分っていうのはないんだっていう風に言ってるんですね。つまり悩んでも、いくつもある文人の一つがトラブっているだけだし、どれが本当の自分なのかっていう風に悩む必要もない。そして相手に対しても、ああ実はこんな人だったのっていう風に、考える必要もないわけですよね。たまたま自分にとって優しいっていうその人の部分を見せてくれていただけであって、違う側面も相手は持っていたっていうことなんですね。つまり本当の自分とか本当の相手といった人間関係のトラブルからもう一切解放されてしまいます。なので本当にシンプルに生きることができる。これを10代の時に知れたらラッキーだし、まあ、50代60代70代とかで知れても、そこからのね、相手の考え方とか自分の考え方とかがとてもシンプルに感じることができるので、
まあ、いつ知れてもいいなっていうふうに思いますね。次はこちらになります。体は全部知っている吉本バナナ著、文春文庫から出ているものになります。これはですね、とっても短い短編が13編集まった短編集となります。もうね、これ実際私の中でもすごい賞味期限が長い本で、今でも賞味期限を保っている本になります。あるね、作家さんが辛い時はこれだよっていうふうに紹介しているのを見たのが高校生で、それからもうずっと10年も経ってないか、15年ぐらいですかね、ずっと片時も離さずそばに置いてる本になります。実家に置いてる本っていうのも私あるんですけれども、引っ越しのたびにずっとそばに置いてる本もあって、その数少ないうちの一つになります。この本の問いはですね、今は足を止める時かもしれないっていうことなんですね。頭を空っぽにして休むことができるし、またいつか一歩踏み出す時が来るかもしれないねで止まっています。なのでドーンって背中を押されたら、辛い時ってもっとしんどくなってしまうじゃないですか。そうではなくて、いつかもしかしたら明るく考えることができる日が来るかもしれないとか、いつかまた歩ければいいか、そのために今を休もうっていう風に思えたりだとか、すごくこうプレッシャーを与えない、ゆっくりと休憩させてくれる本なんですね。この本の効用はね、本当に辛い時じゃないとわからないんですよ。でもその辛い時の効用がすごく大きい、だからこそとっても印象に残って手放せない本となり、賞味期限が長いなっていうふうに思います。ぜひね、皆さん辛い時、悲しい時、そういう時はね、ぜひこれを手に取ってゆっくりしてみる時間も楽しんでみるといいかなというふうに思います。次はですね、こちらになります。なんと珍しく絵本になります。初めての日本の歴史絵本、溝口至作、山本博文監修となります。このね、監修された山本博文さんなんですけれども、歴史学者の方でして、角川から出ているあの有名な歴史漫画全シリーズの監修されている方になります。私の息子が大好きな本で、私もすごく好きなんですよ。なので大人が読んでも楽しめる本だなというふうに思いますね。ちょっと見せましょうか、1ページぐらいは。例えばここ江戸時代、こういうふうになってるんですね。日本の時代別に街の様子が書かれています。でこの魅力はね、ウォーリーを探せ的な感じで、本当に細かいところまで書いてあるんですよ。だからどこを見ていても面白い、そして自分がその街にいるかのようにバーチャル体験ができるんですね。絵も可愛いですし、まあ、歴史を学ぶっていう意味でも非常にこうエンタメ的、楽しく学ぶことができます。どの時代もね、歴史として学んでしまうとどこか人事であって、ああそうなんだ、こういうことがあったんだっていう、なんかこうただのファクトでしかないというか、そこに感情ってあんまり乗っかってこないんですけれども、これ見ていると、ああそれぞれの時代に人の人生があって、家族があって、友達がいて、娯楽があって、仕事があってっていうのが結構リアルに伝わってくるんですよね。歴史っていうのは学問の一つではなくって、とてもリアルな世界で起きていたことなんだっていうふうに認識することができる、とてもいい本になります。次はこちらになります。楽園のカンバス、原田マハ著、新潮社から出ているものになります。原田マハさんの代表作になりますね。私はですね、原田マハさんの本はこれで初めて読みまして、これ大学生の頃ですね、本当に発売されてもう話題になっていた時にまさに読みました。私が大学生の時って読書から結構離れていた時期なんですけれども、それでもこの本は手に取って読んですごく印象に残っているんですね。アートミステリーで第25回山本周五郎賞を受賞しているものになります。あらすじを読みたいと思います。ニューヨーク近代美術館のキュレーターがある時、スイスの大邸宅でルソーの名作ととてもよく似た絵を見せられる。持ち主から古書を読まされ、この絵を解明しろ、リミットは7日間と告げられる。ライバルは日本人の研究者。あらすじさらっとまとめましたけれども、もうこんなあらすじでは本当に申し訳ないっていうくらい、とにかく没入できる作品でめちゃくちゃ面白いです。アートの面白さとこの人の熱狂ぶりっていうのにすごい引き込まれるんですね。とにかくポイントは登場人物がアートに狂っているっていうことです。で、その好きの熱狂度が伝わってくる。あのダン・ブラウンのダヴィンチコードってあるじゃないですか。あれも結構面白くてね、結構没入する感じなんですけれども、あれは割とエンタメ色が強いですよね。こっちの方がね、落ち着いています。文学として静かに魅了してくれるものになります。このね、没入感っていうのは本当に長年印象に残っていますし、忘
れられないんですよね。だからこれもさっきのね、この吉本バナナさんの作品とともに、どの家にも一緒に引っ越しをしているっていうね、長年の友になります。というわけで今回はですね、賞味期限の長い本全部で5冊を紹介しました。皆さんもね、賞味期限の長い本お持ちだと思うんですけれども、特に印象的なのはありますでしょうか？コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。